このくねくね曲がっている道を最後まで行くと、はいはい、まあ、何が起きているのかが分かります。何が起きているのかが分かる、はい、ここから一方通行が始まりますよね。でも、うん、ここに入る道がないんですよ。バイクくらいじゃないと入れないですし、ね、歩道からしか上がれません、ね、この横切る道が中原街道っていう4車線の大きな道で、はい、結構混むんですよね。渋滞している中で、うん、はいはいはい、抜け道だと勘違いして入ってくる車が後を絶たなかったのかもしれない。と細い道を接続するのは危険だっていう判断で、まあ、あえて塞いでるんだと思います。次の道路は普通の道なのになぜか封鎖されていると。入れるんですけど、そこから抜けることができない。2車線の道路が続きます。で正面に交差点が見えます。なんですがこの交差点に出られない。何これ、でもちなみにこの先行き止まりの看板とかってのはなんでないんですか。おそらくこういう旧道への行き止まりの標識って入り口に設置することが多いんですけど、この道の場合生活道路があるので、うん、はい、そこに行き止まりの標識を置くわけにはいかない。ああ、なるほど。それなので、うん、看板の設置が見送られた可能性があります。あ、なるほどね。よく見ると、はい、停止線まで見える、はい、この道が交差点に通じていたことを示す、はいはいはい、これはでもちょっと死にかけですね、はい、本当にね。もう一つ面白いのは線がそのまま消されずに最後まで続いてることなんです、ね、ここですよね。これ面白いですね、ここの部分そうです、ね、相当頑張った功績なんもないですもんね自然のままですよねこれね。まあ、この道をつなげて置いたままにすると、うん、まあ、誤差路になってしまうんですよ。そうすると渋滞の元になったり、うん、道も複雑になるので事故とかもね起きかねないからね、はい、次はですねトンネル内の謎の封鎖された横穴に入って、めっちゃ面白そう。そろそろ見えてきました。ほう、これここに不思議な穴があるんですけど、これだ、はいはいはい、なんか標識があるのが見えませんか。歩行者のやつだ、これ横断歩道の標識。横断歩道ですよね、これね。本当だ。かつてはこの車道が地上のゴルフ場に繋がってたんです。ゴルフ場に、はい、この柵もおそらくこのトンネルができた当時はなかったんですけど。あ、なるほど。じゃあこの看板とかないですか。あれはおそらく横穴から出ると見通しが悪いので、はい、注意みたいな、はい、注意みたいな。あ、なるほど。看板があったんだと思います、ん、どうなんだろう。あ、向こう側見える。出口が見えますね。出口見えます。出口壁とか見えますよね。これ見えます。これ、あ、止まれの向こう側だ。止まれの標識ですね。すげえ。
まあ、先ほどの封鎖された横穴トンネル、うん、ありましたね、はい、まあ、この続きが実はここに繋がってるんです、はい、お、見える見える見える、あ、こっからだと結構見えるんだ、向こう側が、はい、向こう側、あの、はい、あれが低いから、ちゃんと入れないようになってますね、されてるし、微妙に壁は分かるね、はい、こんな感じです。うわ、いや、これいいじゃないですか、めちゃくちゃ、うん、こんな、ま、トンネルが人知れず眠っているのかっていう、うん、改めて見てもここは飽きませんね。